ハートでも早いですもんね。まだ一分半だ。わー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 、これ外れ外れ、燃える燃える。これが一番早い。行きましょう。行きますか。木陰が気持ちいいね。今日は何だっけ。ああ、大型とね、とマグロ無木炭で比べてみようかなと思って、今日は両方火つけてみるんで、食べ比べというか食べ比べて。あ、いいね。うん、うん、お願いします。今日はどんな感じで火つけてくるんですか。今日はとりあえず普通にこのガスのバーナーで炙って風を当てて起こしてみたいと、うんうん、で今回はあの、うん、前回使った消し炭、これを今入れてきたんで、うんうん、これでやっていきたいと思います。これが一番早い。新品の炭はやっぱつきづらいから。消し炭早い。もうさっと赤くなってきたんですよ。すごいね、うん、ほら火やってるとほら赤くなってる。大体1分ぐらいだね。そんなもんだ。早いっすよね。こんなもんに行ったら、うん、あとは風攻撃。風がやっぱりね、うん、早い。赤くなるもん。うわ、すげえ早い。これ調子悪い。興味2分ぐらいだね、うん、で消し炭使ってこの風を送れば火のつきづらい小型だって結構つきがいい。早い。これ小型ってだってつきにくかったもんね。うん、着火剤ではね。消し炭っていうのは何、これ取っとくといいのかな。そうですね、前回やったやつ。これはこの缶、これ今ちょっと新しい炭入っちゃってるんだけど、これ密閉できる缶なんですよ、うん、これあの蓋ついてて、うんうん、でこれ使い終わったやつを今入ってる空の状態で、うんうん、この俺はトングで取って入れて、うん、蓋しておくんですよ、うん、で蓋できるんです、うん、でそうすると多分1時間しないくらいで火が消える。もう酸素がなくなるから密閉してるから、うんうん、で熱が落ちるまでは結構時間かかるけど、熱いから絶対触んないようにして、うんうん、そうすると再利用できて、そうこういう風になるわけ。そう、火がつきやすくて、で無駄もない、もったいなくないじゃないですか、うんうん、捨てちゃったらもったいないじゃないですか、うん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 、だから消し炭はぜひとも取っといた方がいい。前回やった残り、うーん、次回の分も考えても楽だから。うん、あとでも早いですもんね。早いね、まだ4分、5分経ってないぐらい、うん、なんか下手に着火剤使ってうんぬんよりも消し炭が一番やっぱり手っ取り早いのかな。ほいちゃんだっていつもこうやってやってんの。これはいつもこうやってる。うーん、だからこの缶買った方がトータルだって火つきやすいし、うん、無駄がないしみたいな。うーん、まあ、アウトドアする人だったらいらないクッカーとかあの鍋とかのああいうセットのやつもう使わなくなっちゃったようなの、うん、を1個この犠牲にしてもいいかもしれないし、うんうんうん、あれはあのキャンプに行って灰捨てられない時に灰持ち帰るのに、あの焚き火台とかストーブとかにも使うからちょっと大きめのサイズ俺は使ってるけど、うんうん、この消し炭入れるだけだったらこんな容量いらないからもうこれの半分だって十分みたいな。何かいいものあったらそれを再利用するのはいいんじゃないかなと思いますよ。なるほど、うん、やっぱね一番上に新しい炭入れたけどまだいまいちでしょ。まだ全然、うん、これを取ればいいか。これをちょっと押してこれを真ん中に入れるか。こうだ、こうだったかな、周りで囲った方が。これ楽っすよ、うちは使うより、うん、1000円だから買っちゃった方がいいよ。やっぱ風を送るっていうのは違うっすね。今のところ8分ぐらいだね。おう、時間計ってたっすか。じゃあこっちさ、うん、俺それやっとくわ。
あの、うん、マングローブ木炭もやらなくちゃいけないから、このやり方教えて。マングローブ木炭、うん、ちょっとこれな、もう組み替えちゃうか。あの新しいですよね、火ついちゃったらもう奥に入れちゃってね、うん、で、この火ついた古い炭上に持ってきちゃえばもう焼けるから、うーん、あとはもう自然と火つくでしょうと。じゃこれはこれでもう放置、放置約これで10分です。10分です。新品炭なんかね、いまいちついてないのに、やっぱ古いのは早いですよね。完全についてるもんこれ、ね、よしと。じゃあ次は普通のバーベキュー用の木炭を使って、うん、とりあえず下にちょっと大きいの入れちゃって、これは普通のマングローブ木炭って言われる、ね、普通のマングローブ木炭ですね。バーベキュー安いやつだね。そうですね、火付きはいいんで、これは楽ですよ。これも前回の残りあるから、あ、これもいいですよね、うん、こういう缶に入れちゃってね、うんうん、適当にバラバラって入れちゃって、火はマングローブもこんな感じでバラバラって入れるんだ。これはもう適当ですよ、あんまきちきち入れないで、バーナーとバンダイでしょ。そもそもで跳ねますね、さっきやった時なんなかったの。そうだね、このパチ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 火が速攻ですね。新品の炭でも火が早っ。もうちょっとほら赤くなったの、これここ新品の炭なんだ。早っ30秒だよ。かっこいいね、これかっこいいね。こうね、作ってもらったの誰に。一応塩にこの作るの一応すごいんだ。これちょっと風下なんだけど、やっぱ少し匂いしますよ。お腹やったりしなかったです。炭臭い。これは表面難しいです。ちょっと匂いがします。だけど引き付けは早っ。まだ1分半だ。消し炭使ったお腹も早かったんだけど、もっと早いですね。てかバーナーすげえね。俺は結構バーナー派。着火剤とか使わない、あんまり、うん、ただ着火剤と違ってこうやって人がついてないとできないのが弱点かな。わー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 、これ外れる外れる、燃える燃える、外れるの、うん、服穴開いちゃう、外れるね、外れるね、違うね、うん、これは良くないところだね、はい、まあバーナーはいいかな。今度またこれも風送ってみますか。大体3分だね。3分、うん、半分くらいの時間ですよね。3分でこれだね。風攻撃、風は速い。これも外れるな。これ速い速い。だ、簡単にできるからやっぱり初心者とかはこっちの方が楽だね。楽だね。ただこの外れるのと、はい、臭い、あー匂う、匂う、匂い出るっすよ、うん、これ風下だから、わかるわかる、あっちしなかった、違うね、すげー大御所なの風がいいよね、うん、暑すぎず、ちょうどいいです。早いな、これ早い、やっぱ半分くらいの時間だね。半分どころじゃない、今で4分だよ、ね、4分マジで4分絶好調っすよ、もうまだ4分、もう焼けるね、もう焼けるね、これは、あ、やばい、危ない、避けるな、危ない危ない早っ、これ4分半、もういいかな、4分半でこれです、うん、まあ、さっきのもね、あの小型の方も早かったよ、10分でこれだからね、うんうん、あ、すげえすげえ、ついてるついてる、ついてきた、うん、いい感じになってきた、あのいいねいいね、うん、新しいのにもつき始める、それと合わせてもこっちでも15分くらい、うん、これはまだ5分経ってない、5分なりそう、うん、こらすげえわ、
早いですね。早いね、うん、まあとりあえず初心者にはやっぱり安い炭は火付きがいいから、うんうんうん、なんでこれで火を起こしてから後からこれ入れるとかね、大型。ああなるほどね、うん、これは着火剤代わりにしちゃう、ほう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 、突っ込む、それがいいかもしれないですね。でも大型やる意味って何やと。大型は日持ちがいい、長持ちする、はあはあ、これからガンガン燃えちゃうっすもん、着火しやすい分。ああなるほどね、うん、何回もくべなくちゃいけないもんね、うん、何回かくべるのってめんどくさいですからね、うん、だしくべるたんびに火力落ちちゃうから。ああなるほど、うんうん、そしたらねこっちか、うん、長くやんだったらねこっち、うんうん、ほぼ足さなくていい、うんうんうん、それ長い時間やればそりゃねある程度は足さなくちゃうんだけど、うんうんうん、私もいいっすね、もうちょい足していこうかな、こうパラパラ同じぐらいの感じでやったのにもう、うん、ちょっと足しとくか、うーんと、これ味の違いってどうなんだろうね。匂いはとりあえずします、こっちは、うん、臭い、まあ味にも出るかな。でもね、俺ねぶっちゃけ鈍感なんですこれ肉焼き合うねえみてえな確かに確かに、わかるわかるそれあるよね、うん、庶民的な舌してるんで肉なんか焼き合うみんなうめえよみたいな感じだから、ね、うん、でもね食べ比べてみないとわかんないからね、うん、そうですね。めっちゃ火の粉、しかし早い、くべたのもあっという間だ。そうだね、これで7分ですね。はい、や。にしてもこれ便利、うん。これは買ってよかったと思う。本当だね。うん、風を送るやついいね、うん。やっぱり火を起こすのは風かな、うん。これを見てるとそりゃ風強い日に火事なんか起きたらそりゃ燃えるわって思いますよね。確かに。気をつけましょう、山火事注意ですね。こっちはどうだ、すごいな、こっちもいい感じだな、だいぶは燃えてきた。もういいじゃない、火力的にも、うん、いやすごいね、いいっすね、うん、でこのまだ半分しか燃えてないやつを一回出してひっくり返すと、うん、こっちついてるから。ああなるほどね、うん、はい、ね、ひっくり返しとけばもう使えるでしょう、うん、いいでしょう、どうですか、いいんじゃないでしょうか。いやーいいね、うん、マングロウモクタンと小型オガビンチョ、うわーいいね、楽しみだ、早く払って払って、やりますか、はい、します、じゃあ焼いていきましょう。Yes.